女皇后は、民の第三代皇帝である、永楽帝の皇后である。主元章に仕え、民の建国に貢献した元君で、義国公、中山王の位にあった女徹の長女。弟に、西南の変で、県文帝側について最後まで戦った女基礎がいる。幼い頃から読書を好んだ才女で、学者とまで称された。その噂を聞いた、主元章は、 四男で、見込みのあった、主体の制裁として嫁がせるよう、ジョトールに頼み込み、後部九年に結婚した。用子は、美しくないが基地に富み、夫婦仲はよく、七人の子供を産んだ。主元章の皇后である馬氏に特に寵愛されたという。見文元年に、西南の変が起こると、縁王、主体の本拠である北平に、見文帝軍の章である、利影高が攻めてくる。 この時北平を守っていたのは、首脳とわずかな兵士だったが、女子も出生中の兵士の妻を集め、自らも鎧を着て奮戦したという。見聞4年に、西南の兵が集結すると、弟である、上基礎の除名を夫に嘆願して許され、夫が皇帝に即位すると皇后になった。慎み深い性格で皇后になってもおごることはなく、自らの一族を徴用することは、 決してなかった。文化事業に熱心で、個人の格言、善行を編纂した、内里氏や、高校合成君、完全などがある。英楽5年7月に死去した、去年46、人志工事生命総婚拝典、再生文工号と送りなされた。英楽三角は、彼女の死を深く悲しみ、チベットから僧侶を招いて、盛大な葬儀を行ったと伝わっている。 ありがとうございます。